飯野が上がってきました。前は9番の原田健太郎、そして渡辺哲郎です。抑え込んでいく3番の飯野雄太、飯野雄太の後ろ2番手4番の佐藤康則、3番手に8番の和田圭です。この辺が東北勢が前段です。外を6番の上原龍、上原上がってきました。一気に主導権取り、2番手足澤大輔、3番手には2番の磯田明、関東勢飛ばしていきます。少し車間が空いて3番の飯野、そして9番の原田健太郎、後方の7番手です。第4コーナー回っていきます。早めのスパートです。6番の上原、2番手は5番の足澤絶好、3番手2番の磯田明、関東勢6番5番2番と2番と前段です。3番の飯野が4番手、一方7番手原田健太郎です。7番手から原田健太郎をまくってきます。いいスピードだ。3番の飯野もまくったんですが、その横を通り過ぎていった9番原田健太郎のスピード、2番手そして上原を捉えました。あとは1番の渡辺ですが、ブロックにあっている。直線コースに入りました。9番の原田まくって1着で5輪です。そして1番の渡辺哲夫です。